はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。6時半を回って6時35分、もう今日はこれでおしまいのつもりでございまして、G.com にこんなん出てます。今日の11時32分ですね。バイデン氏再選出馬を決断、正式表明比較的近く米大統領選挙誰が言ってんやろうと思ったんですけどね。バイデン大統領過去80、もうあのじいさん80なんですよ。 3P 上のバイデン氏80、まあ、14日2024年大統領選への再選出馬について、その計算は終えた、比較的近くに表明すると述べ、立候補をすでに決断したと明らかにした。訪問先のアイルランドで記者団に語った。バイデン氏はこれまでもたびたび2期目を目指す意向を示しており、出馬は規定路線、やっぱりそうな、先祖ゆかりの地であるアイルランドで歓迎を受けたバイデン氏は、今回の訪問で何を成し遂げるかについて楽観的な思いを改めて強くしたと強調した。君は楽観しててもね、地球の多くの人々はですね、悲観してるんや。そこを考えた方がいいや、あんたほんまに。米大統領史上最高齢のバイデン氏は、24年に再選されれば、82歳で2期目をスタートすることになる。年齢に伴う心身の衰えを不安視する向きは根強いものの、現時点では民主党内に有力な対抗馬擁立の動きはない。正式表明すれば来年8月の党大会で指名を獲得する見通しだ。へえ、マジ？いやもしこの人が民主党の候補になるんであればね、かなり暗いですよ、この先。バイデンさんってね、言ってみれば何もしてないんですけど、でも失点はいろいろあるんですよ。まあ、いつも言うてることをまだ繰り返しますと、まずもってこいつが大統領になってから原油価格上がってるんですよ。なんでかというと、こいつがアメリカ国内の石油産業に対してこれ以上新たな設備投資をするなというふうな縛りをかけたんですね。そのせいでですね、シェールオイルは生産できなくなってですね、ほとんどがね。でその結果ですね、原油価格が上がった。原油価格が上がったのはウクライナのせいではないですよ。ウクライナが始まる前からもう80ドルです。バイデンなんです。こいつが余計なことするから。石油は要は CO2 を出すからあかんというふうに言ってるわけですね。その結果世界中がインフレになったわけですよ。こいつが悪いです。その次にですね、あれです、2021年の12月に、ロシアがウクライナに攻めかかろうとしたときに、アメリカ軍はウクライナに何派遣しませんっていう、まあ何度も言いますけど、別に派遣する必要はないんですよ。派遣する必要ないし、まあ派遣しない方が良かったと思います。それが正解なんですけど、いちいち言わんかっていいんですよ。それを言ってしまったから、プーチンはウクライナに襲いかかった可能性は高いんですよ。仮に 10% でも 20% でもアメリカ軍がやってきてウクライナを守るという可能性があれば、プーチンは始めなかったと思うんです。だからバイデンはそれを言わずにですね、アメリカ軍は世界のどこでも派遣することができるんだというふうなことを言えばよかったわけですよ。国連憲章を守るためにアメリカ軍はどこへでも出ていくことみたいな、それくらいのことを言えばよかったわけですよ。そしたらもしかしたら今頃まだウクライナでは平和が保たれていたかもしれないですね。アホですね、ほんまに。
余計なこと言われてね。この人のね、ボスやったオバマも余計なこと言うてるんですよ。ほんまに。アメリカは世界の警察官を辞めるって。言うた途端に世界がおかしくなった。核なき世界をって言うただけでこのおっさんはね、ノーベル平和賞もうた。ノーベル平和賞がアホかっていうことになったわけですね。さらにね、権威を貶めたわけです。だから出そうが悪いですけどね。オバマは何もしませんでした。おかげでですね、世界はかなり不安定になりました。警察官を辞めるって言うたんで、ロシアはですね、クリミア半島を取ったんですよ。何もしませんでした。ほんまに。まあまあ、それは置いといてですね、その他にですね、バイデンさんはのこのことですね、去年やったと思いますけども、去年の秋口やったかな、今年入ったかな、サウジアラビアを訪れてですね、ジャーナリストをぶっ殺したですね、ムハマンド皇太子に会ってですね、そのことは言わずにですね、お前は都合の悪いジャーナリストを殺したやろとかって言わずに、原因を増産してくれって頼んだんですね。アメリカの大統領がわざわざリヤドまで行ってですね、サウジアラビアの皇太子に会って、それで、増産してくれって言うたら、いや、でけへんって言われて、すげなく帰ったんです。すげなく帰った。こうガキの使いやらへんでって、アメリカの大統領やでって、なんでその増産の確約を得るですね、確証もないのに行ったんでしょうね。なんか外交は下手くそですね、ほんまにね。いや、で、サウジアラビアはバイデンが帰った何週間か後に、今度は減産を発表したんですよ。超舐められてるやんって。私ね、ここまでね、舐められたアメリカの大統領って記憶にないんですけどね。カーターや。カーターも舐められましたね、イランにね。ほんまにもう。大体民主党なんですよ。民主党の綺麗事を言うような大統領って舐められるんですよ。トランプ舐められてません。だってあの人、クレイジーやから何するかわからんでしょ。だからトランプはみんな怒らせないようにしてるんですまあ、ありがとうございます。で、そんなバイデンさんがですね、大統領を続けることを大歓迎する国が世界にあります。中国です。なぜかというとですね、バイデンさんはパンダ派がなわけですね。なんで究極こう中国に対して追い込むような、中国を追い込むような政策にはですね、手を出していないわけですね。ちょろ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 とじわじわと締め付ける政策を出していますがですね、トランプ時代に結んだ約束は守れてへんって、よっしゃ関税やとかっていうふうなことも全然しないわけですね。だから中国にとってはですね、まだ、まだやりやすいやん、漁しやすいやんと思ってるわけでして、G20 でですね、習近平に駆け寄ったりしてますね。お前パンダ派がやろうと思います。だから中国はですね、全力を挙げてパンダ派がじゃあバイデンの再選を支援するでしょう。2年前に行われたですね、安倍大統領選挙、トランプ vs バイデンの戦いでですね、トランプあれは選挙を盗まれたって言ってますけども、どっか外国の介入っていうのは全然言われないんですけど、中国介入してたんちゃうのと。中国にしてみたら、トランプ vs バイデンは圧倒的にバイデンの方が嬉しいわけですよ。だからバイデン側で介入したんちゃうんかなというふうに思ったんですけど、なんかそういう話は不思議と出ませんね。バイデンが政権を取ったからということがあるのかもしれません。なんか不思議と出ませんね。でも次の大統領選挙もですね、バイデン vs トランプになったらですね、もう圧倒的に中国はバイデン側について介入するんちゃうかなという気がします。2年前の選挙でね、あんまり中国が介入していないなんてことはないと思うんですよ。そんなね、なんていうかね、やわな国ちゃいますよ、中国って。介入してるんだけども、やっぱり押さえつけてるんでしょうね。だから次、共和党の大統領になったらですね、それが暴かれるかもしれません。まあ、次の共和党もね、今トランプですけどね、トランプがいやいや言うてますけど、なんかいまいち候補者いないですね。もうなんとかせえよって話ですけど、なんでアメリカという国もですね、日本もそうですけどね、誰もおらへんせか、キッシャンがですね、それでやってるわけですけど、アメリカもなんとかせえよと思いますね。
はい、この G.com のサイトを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。